ピンです。今回は何ですか？明日どこ行くの？校外学習。いいですね。りんちゃん、明日校外学習です。はい。楽しみ？楽しみじゃない？楽しみ。そっか。じゃあ準備がちゃんとできたかチェックを兼ねて確認してみましょう。はい、じゃあお願いします。はい。まじゅう。うん。ここのポケット。うん。は。ティッシュ。うん。と。お、プーさん。もらったやつ。うん。視聴者さんがくれた。ハンカチ。と。こんないっぱい持っていかないけど。あ、絆創膏。そう、みみちゃんね、保健係だから、みんなの分の絆創膏も持っていかなくちゃいけないんだよね。それでも前やってたよね。ね、だけどね、超持っていくの。8個も違う。1、2、3、4、5。あった。10個も持っていくのか。うん。いっぱい怪我した。怪我しないようにしないとね。次。はい。絆創膏。マミ大丈夫？あ、皮がだいぶ固まってきた？うん。でもその皮邪魔じゃない？大丈夫なの？邪魔。だからあんま皮出てこない。自然に切った方がいいんじゃない？でも痛いか。まだ。もうちょっと痛くなくなってからがいいか。いいね。うん。皮。痛いね、まだね。もうちょっと様子見ようか。次。はい。ウエットティッシュ。はい。ちょっとお名前書いてあるからね。パカするやつね。じゃあしまう。はい。これで終わり？終わり。このポケットの中。はい。そうだね。次。はい。こんな大きいとこ。はい。よいしょ。このリュックは1年生の時から使ってるね。というかまだ2年生だけどね。いい？はい。次に。お菓子ね。今回のお菓子はどれにしたの？ポテトフライとチョコ2つ、あとハイチュウ4つですね。はい。次。エチケット袋。これ前回しほちゃんが使ったのをそのまま。再利用です。おえしてない。おえしてないよ。リミ、それおえしてもいいってよ。おえしなかったらしーちゃんが。おい。した。大丈夫だよ、してないから。次。はい、次。ゴミ袋。なんかそれぎゅっと縛りすぎじゃない？それ、なんでそのコブになってんの？取れんのそれ？取れない。ね、なんでそのコブにしてんの？取れる。コブにしすぎだよ。ゆるくさ、そうゆるくね。そうそれでもいい感じ。コブにすると取れなくなっちゃう。汚くなった。大丈夫。次。しおり。はい。鉛筆ついてるのね、ちゃんと。ついてる。すごーい。先生つけてくれた。うん。いらない鉛筆。あ、そうだね。この前ね、持ってったんだよね。次。もうポゲットなし。次。カッパ。これね、皆さんよく見るとね、このピンクのところはね、マスキングテープがね、巻きつけられてるの。本当は全部透明のね、色物だったんだよね。みみちゃんがね、みんなと同じが嫌だって言ってね、マスキングテープでね、くるくるしてた。でね、りみピンク好きじゃないのにどうしてピンクでしたのって言ったらね、そこにあったからとか言ってね、どんだけ面倒くさがりなの、2階にいっぱいあったのに、いろんなのねえ、そう思わない、うん、そこにあったからって言ってね、ピンクの好きじゃないのでやってた。よかったな、それで。次、はい。最後。最後。あ、敷物ですね。敷物。うん。ダイソーの言わなくていいけど。ダイソーで買いました。前使ってたやつがさ、どっか行っちゃったんでしょ。もうでもどっかにあると思うんだけどね。どこで買った。そうね。今回ダイソーで買いました。はい。終わり。あとは当日にお弁当と水筒だね。今回はさ、3で行動するの？そうだよ。男2人？今日もだよ。今日も反行動だったの？違う。どういうこと？前も。今日もって言ったよね、今。前も。あ、1年生の時も？あ、そっか。男の子2人、女の子2人？そう。楽しみだね。だけど5人半もあるよ。りみは4人半でしょ？違う。違うの？7人半。7人もいるの？そう。多いね。女の子3人。違う。女の子りみと合わせて2人、男の子が5人もいるの？すごいね、モテモテじゃんじゃん。モテモテじゃない。だって男の子5人で女の子2人でしょ？うん。モテモテじゃん。モテモテじゃない。なんで？モテモテじゃん。先生決めるから。あ、そうなんだ。モテモテじゃない。モテモテとかそうじゃないの？そういうのじゃない。怖い、怒ってる。そんな怒んなくたっていいじゃん。怒る。どうして怒るの？モテじゃないから。そうなの？締め終わった。はい。バイバイ。どうですか最近学校は、りみさん。どうですか最近学校は。どういうこと？楽しいとか。楽しい。そっか。算数は大嫌い。そうなんだ。国語も大嫌い。あと道徳嫌いなの？嫌い。どうして？変わった人だ。なんで？なんか文句ある。道徳なんで嫌いなの？話し合いが嫌いなのか。ああ、自分の意見を言わなきゃいけないから。なるほど。だってしほちゃん。しほちゃん好き？大好き。へえ。あのさ、考えてみましょうでめっちゃ考えるの好き。考えるの好きなんだ。りみね、りみ考えてもね、わかんないのにね、先生にね、なんでもいいから決めて手を挙げなさいって言われる。ああ、わかんないのに先生がとりあえずなんでもいいから手を挙げて発表してみなさいっていうのね。うん、それが嫌なのか。そっか。発表してる？りみ学校で発表してる？してない。発表できない。何笑ってんの？グミペア。3時がおやつだ。